万世一系、なぜ皇室は世界で尊敬されるのかな。アルベート・アインシュタイン、近代日本の発展ほど世界を驚かせたものはない。一系の天皇をいただいていることが今日の日本を荒らしめたのである。私はこのように尊い国が世界に一箇所ぐらいなくてはならないと考えていた。アインシュタインにとって日本は憧れの国なんだ。そして日本へ向かっている途中で1922年ノーベル物理学賞の受賞の知らせを受けたんだよ。こんにちは、日本大好き外国人のマストラです。アインシュタインは一般相対性理論を完成させたことで有名ですよね。過去動画で杉原千畝を紹介したよ。彼は6000人ものユダヤ人を助けたよね。アインシュタインはそのユダヤ教を信仰している人なんだよ。もしかしたら彼の日本愛はこんなエピソードに関係あるかもしれません。彼は日本に対してシンプル日本の美しさ、アートを広大より楽しむ感性、そして人に対してだけでなく視線にも優しい心を感じ取って日本に感動しているんだ。そしてそれは皇室が万世一系であることに注目しているんだよ。世界中でどこにもない永続性、日本が唯一長く太古から日本であり続ける姿、アインシュタインは天皇を通して日本を見ているんだ。歴史がつながり永続してきた日本、そして歴史が断絶してしまう日本以外の国、海外では戦争によって断絶して途切れてしまう平和の姿を万世一系の天皇に日本を、そして平和の姿を見たんだと思うんだ。日本に43日間滞在している時にアインシュタインは大正天皇に謁見しているんだ。日本は海外の大切な方を2段階でもてなすよ。一つは政府のトップである首相による晩餐会、もう一つが天皇皇后両陛下による晩餐会、または午餐会やお茶会、謁見など形は様々ある。もてなしでは政府と皇室は役割は分けるんだ。このようなもてなしは共和制の国ではありえないんだ。王室のある国ではできるかもしれません。だけど歴史の長さが違う。伝統は皇室に匹敵する王室はないよ。あえて言えばバチカン、ローマ法王朝が1000年近い歴史があるけど、家系の連続性というところは全く違うんだ。そして公共に足を踏み入れた人の多くが世俗的なヨーロッパの王室にはない。独特の雰囲気と派手さはなくて凛とした空気感、そこに日本人の精神世界を感じるんだよ。アラブ王室の皇室兵の経緯、1953年の皇太子訪英、皇室とアラブ王室の交流は日本ではあまり知られていないというよりも全く知られていないと思うんだよ。実は日本の皇室に対してとっても敬意を持ってくれているんだよ。アラブの王室といえばなんだかものすごい派手なお金持ちというイメージしか湧かないかもしれないけど、一般の日本の
皆さんが知らないところでも日本のためになる世界との素敵な交流があって、日本の皇室は世界から尊敬を集めているんだよ。ヨルダンやモロッコなどある程度開放的な王室の場合は女性王族も外国訪問もするけど、保守的なサウジアラビアとかの王室の場合、女性王族は公的な場面には参加しないんだって。それでも保守的なアラブの王室とも皇室は非常に良い関係を持っているよ。ヨーロッパの王室とはまた違う、とても良い交流があるんだよ。2017年9月、河野太郎外相はカタール、ヨルダン、クウェート、サウジアラビア、エジプトの5カ国を回り、最後の訪問国、エジプトのカイロでアラブ連盟加盟国と対話をしたんだよ。この時、アラブとの政治対話は初めてだった。この外相は中東に日本の存在感を示したんだ。それはね、過去にも訪日したサウジアラビアムハンマド皇太子と会っていて、お互いを知る関係なんだ。そこでね、懇談の中でサウジアラビア王族の間では日本の皇室の話になると必ず出される話がある。67年も前のことだよ。上皇様当時皇太子の時のエピソードなんだって。1953年のイギリスのエリザベス女王の戴冠式の時のことだよ。会場のウェストミンスター寺院でサウジアラビアから出席していたファイサル王子、後の国王は敗戦から8年の日本に対してイギリスから冷遇されて末席に追いやられた日本の皇太子を見つけたファイサル王子は迷わずに隣の席に招いてくれたんだ。このエピソードについて日本の皇室は恩義を感じて、今でも我が国にお礼を言ってくれる。1953年のエピソードを若いムハンマド皇太子がしているぐらいだから、確かにサウジ王族の間では有名な話なんだ。だけど日本ではほとんど知られていない。1953年、戦争が終わり8年、サンフランシスコ平和条約から1年、まだまだ厳しい反日世論だった。当時皇太子だった上皇様はエリザベス女王の戴冠式に天皇の名代として出席するためイギリス訪問をした。合わせて14カ国を約6ヶ月半かけて歴訪したんだ。世界の元首首脳がエリザベス女王の戴冠式に集まり、昭仁皇太子の参列は日本の国際社会への復帰を世界にアピールする場となった。だけどね、皇太子を迎えるイギリス社会の空気感、イギリス政府の対応は決して良いものではなかった。戦争中日本軍の捕虜になった元兵士らは皇太子のイギリス訪問反対を叫び、イギリス大衆紙も反日論調で足並みを揃えていたんだ。当初皇太子の訪問が予定されていたニューカスルでは元兵士たちの反対運動が盛り上がり、そのため訪問は中止になったんだ。ニューキャスル近くにある造船所視察も中止にしたんだよ。中止に
しなければいけないほどの反対があったんだね。1953年当時のイギリスでは、だからケンブリッジ大学の訪問も心配されたんだよ。なぜならケンブリッジ大学近くにはシンガポールで日本軍の捕虜となり、悪い経験をした人が多く暮らしていた地域だったこともあって、日本に対する感情が悪かったからなんだ。過去動画でマレー半島のコタバル上陸の話をしたよ。よければ見てください。でもね、大学の配慮で学生との会食や学長との晩餐会も無事に行われたんだ。やっぱり戦後のイギリス社会の日本に対する厳しいものはあったんだ。それでもエリザベス女王の御参会ではチャーチル首相のスピーチがあり、皇太子の前頭を祝福したこともあり、空気感が少し変わったんだ。サウジアラビア王子の心遣い。6月2日秋人皇太子はウェストミンスター寺院で行われた戴冠式に出席した。この時の写真が日本の隠しを飾っている。皇太子は外国賓客の最前列で、参加70数カ国の中で13番目の席だった。しかしこれはね、本来の皇太子の席ではなかった。ウェストミンスター寺院に入ると案内人が、あなたの席はあそこですと指さした。先は入り口に近い末席も末席だったんだ。そんなひどい扱いは許せないよね。でもその時、皇太子、私の隣にいらっしゃいと声がかかった。サウジアラビアのファイサル王子で、昭仁皇太子とはパーティーでお互いしている関係だったんだ。ファイサル王子は自分の席をよいしょと詰めてスペースを作り、昭仁皇太子を招いて隣に座らせたんだ。新聞の写真を見ると、確かに6人はちょっと狭いよね。特に昭仁皇太子とファイサル王子は体が大きいし、重なるほど近いよね。当時ファイサル王子は47歳、初代国王イブン・サウドの3番目の息子で、この戴冠式の11年後の1964年に国王になります。戴冠式でイギリスが最初に用意した昭仁皇太子の席が末席だったこと、サウジのファイサル王子が自分の席に招いてくれたことなどは外務省の記録に残されているんだよ。だけどね、戴冠式を伝える当時の日本の新聞は、増本大使との談話を紹介しているんだ。だけどね、戴冠式は非常に荘厳で、想像していたよりもはるかに立派であった。皇太子様も非常にいい席が与えられて、戴冠式の模様を熱心に見ておられた。さぞ感銘深かったことであろうと想像する。全然お疲れの様子もない。やっぱり事実を言えないこともあるんだろうね。日英関係に影響するってね、考慮したんだ。だけど日本にとって石油の確保は平和を守る上でね、どれほど重要で、安全保障上とっても大切なことは一番わかってる。日本が石油の輸入は中途 88.2% もの依存であるし、なくてはならない相手でもあるよ。サウジアラビアだけでも
38% もあるんだ。しかし1953年から時が過ぎた現在、このエピソードは外務省の中でもしている職員は少ない。この記録を読んだ日本のある元大使は、国際社会の日本への視線がまだ厳しい時、ファイサル王子が日本の名誉を救ってくれたことは忘れられませんと言っているんだ。ファイサル王子の心遣いは、中東アラブの人々が日本に特別な思いがあると思うよ。後で詳しく説明したいと思います。ファイサル王子は1964年に国王になったけどね、75年、残念だけど暗殺されてしまったんだ。この暗殺の4年前の71年5月、日本はファイサル国王を国賓で日本に招いていたんだよ。アラブの国から国賓として迎えた最初の元首なんだ。やっぱりエリザベス女王の戴冠式での恩義もあると思います。宮中での歓迎晩餐会で、昭和天皇はこのような歓迎の辞意を述べている。この度国王陛下が国務ご多忙の折にもかかわらず、はるばる我が国をご訪問になり、親しく我が国の国情をご視察になりますことに対し、心から歓迎の意を表したいと思います。帰国が国王陛下のご指導のもとに、急速に進歩と発展の途を歩まれていることに対し、深い敬意を払うものです。国王陛下がアラブ諸国中最初の元首として我が国をご訪問になったことは、両国間のこれからの協力関係を一層強化することに役立つものと確信しております。ファイサル国王はスピーチで述べている。私は訪日の実現につきまして、大変長い間今日あることを願っていた次第です。天皇陛下の言葉とファイサル国王のスピーチから、日本が国王に来日を懇請していたが、国王がなかなか応じられなかった事情がわかる。国王をぜひとも招待したいと日本側は強く思っていたんだ。ちなみに平成最後の信任状方程式このものを外交官と認めていただきたい旨記された元首からの信書を提出する儀式なんだけど、平成31年4月5日にサウジアラビアの駐日大使の約30年間で最後の相手国をサウジアラビアにしたのは偶然ではないですよね。昭仁上皇様は本当に素敵な方ですね。皇室に対するサウジの敬意、これは一番先にアインシュタインも万世一家を尊いと思っていることを話した。そしてこの動画を見た視聴者やファンの皆さんは違和感を感じているかもしれません。だってイスラム教のファイサル王子とユダヤ教のアインシュタインのこと、この2つの宗教を同時に紹介しているでしょ。でもね、ここでも日本の皇室の姿が見えてくるよ。だってね、日本の皇室が万世一家がどれほどの意味を持つか、世界でも長い長い歴史と伝統を保持していること、これは破壊し尽くしていない伝統があるって、そういうことだよね。だからこそ2人の偉人が万世一家に平和の姿を見つけることができるんだ。彼らは彼らの
置かれていた時代、歴史から平和の難しさを常に感じていたと思う。だからこそ日本に尊いものを感じてくれたんだよ。そして皇室が太古の時代から日本人の尊敬と支持を集めていることが何よりの真実と思っていると思う。それが伝統なんだ。話はサウジに戻すけどね、自分たちもこうありたいという願望を持つんだよ。実はサウジだけではなく、アラブの王室が日本の皇室を尊敬していることは、アラブに通じた人ならば知っていることなんだ。ムハンマド皇太子はまだ副皇太子だった。2016年日本を訪れ、9月1日に皇居御所で天皇に謁見した。ここで天皇が東日本大震災のお見舞いをいただいたことに感謝しますと述べると、副皇太子は、これは我々の義務です、日本は極めて重要なパートナーなので困っている時はそばに寄り添うのが真の友人ですと語ったんだよ。私は思うんだ、日本に皇室があることで外交や安全保障のために大きくなっていること、そして天皇陛下に海外の賓客は皇室を通して天皇陛下のお姿を通して日本を見てくれてるんだ。だから天皇陛下から見守られている日本人は優しいんだ。それは天皇陛下との約束なんだよ。ありがとう、マストゥラ。最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよならー。